き、きたー。タピオカタイムもついに終了だな。新シーズンの幕開けだ。お、なんだこの人たちは。明らかに人じゃなさそうなのも混ざってるけどな。お、おー、なんだ、なんなんだここは。すげえ、なんか釣りしてるし。え、武器が釣れるの、やば。これはハズレだな。うおー、なんて素敵な場所なんだ。なんか汚染されてるのかな。カマは頼んじゃったよ。あ、これは、ハマス、ハマスー、復活するのか、よかったじゃねえか。おお、間違いない、新しい島だ。あ、この音は。私たちね。フォートナイトのキャラたちはダンスが大好きだな。え、なになに、もう動かせんのこれ。すごい演出だったな。やっほー、めっちゃテンション上がるよ。どこに降りても新しい場所、それにこの音楽、これは激アツだな。さあ、記念すべき最初はどこに降りようか。よし、あそこの大きそうな街にしてみよう。お、スライダーは元の設定通りハヤブサちゃんだな。スキルは最初みんなこれになるのかな。あ、っていうか、ボタンが、多分デフォルトに戻しちゃってる。Bボタンじゃなかったもん。それはちょっとやりにくそうだな。まあ頑張るんだぜ。いやー、それにしても上がるねーこの音楽。新しい門出にぴったりだな。おっと、結構敵来てるみたいね。あ、でも調べたところによると最初の試合はかなりボットが多くて、結構勝ちやすいみたいだぞ。マジか、それじゃあいきなりビクロイでケースつけたいわね。あ、音楽が止まったね。これは、普通のサブマシンガンだ。うおー、ボルトアクションの緑、なんか全てが新鮮だな。記念すべき初手よりは、レイジーレイクという場所らしい。結構いいところね、気に入っちゃうかも。さて、ここの宝箱からは、ハマス、ハマスだ。しかもアンコモン。以前はエピック未満はこの形じゃなかったが、どうやら変わったみたいだな。おっと、早速誰かいるみたいね。最初の敵さんか。でも音がなんか不自然だな。これが噂のボットってやつ？確かにそうかもな。まあ断定はできんけど。いずれにせよ、記念すべき最初の相手ね。戦いに行くわよ。あ、ツルハシで壁壊してるな。これはますますボットっぽい。あ、陰湿だ、なんか嬉しいな。その場でしゃがみながらショットガン撃ってるな。確実にボットだね今のは。お、なんかメダルもらえたな。今シーズンはこれを集めていけばいい感じなのね。いや、ボットだから倒せるけど、私のエイムひどいわ。感度とかボタン配置とかを元に戻さないと、まともに戦える気がしない。あ、なんかレベル上がったけど。ちょっと設定し直すわ。正確には覚えてないけど。あれー、こうだったかな。え、何今の、読まずにボタン押しちゃった。マリサ読んでた？いや、見てなかったぜ。てかなんか試合中なのにフリーズしちゃったよ。ええ？戻れる気しないんですけど。一旦終了するしか。最初の試合だけど、しょうがないな。うおーん。いやー、ちょっと切ないで重戦になってしまったな。ま、切り替えていきましょう。あのど真ん中の島に行ってみるわよ。最初は、行ったことがない場所はマップがハテナハテナハテナになっていて、見えなくなっているな。どんどん新しい場所を開拓するのが楽しそうね。お、なんか雰囲気いい感じの島だね。なんか一人降りてるけど、ボットの可能性が高そうだな。そこの判断間違えると結構ヤバそうだけどね。さて、ここはどういう場所なのかな。小屋のベランダに降りてみるよ。新ランドマーク、アイランド、そのままじゃねえか。名前はついてない、ただの島ってわけね。あ、さっきも拾ったけどコモンのポンプだな。なんか見た目も若干変わってるよね。ちょっと細長くなったみたい。コンバットと間違えて遠くから撃たないようにしないとな。あ、いるじゃん。でも多分ボットだね。助かった。へぇ、コモンのバーストアサルト。なんかちょっと違和感あるなー。逆
逆にエピックやレジェンドだと、また形が変わるみたいだな。いやー、それにしてもほんといろいろ変わったね。頭がついていけてないわ。その中でも、霊夢にとって残念なお知らせがあるんだぜ。ヘビ砂が消えた。は。は？取り消せよ。今の言葉。いや私が取り消しても変わらないだろ。嘘だ。嘘だろ。ヘビ砂。う？まあ気持ちはわかるけど、こればっかりは仕方ないな。でもいつか戻ってくるかもしれないから、それを信じて待つんだぜ。その他にもかなりたくさんの武器やアイテムが回収されたんだぜ。特に霊夢が一番影響を受けそうなのは、ショックウェーブかな。マジか。ショックウェーブも消えたの？最近やっとうまく使えるようになってきてたのに。あとはジャンプパッドも消えたから、移動が結構大変かもな。そっか。言われてみれば確かに。出てくるものの種類が少ない気がする。新章が始まったばかりだから、ベーシックなところからスタートするんだな。今後いろいろ増えてくると予想するぜ。お、釣り竿だ。これは逆に追加された新アイテムだな。トレーラーの映像みたいに、釣りができるのかしら。楽しそう、早速やってみたいね。なんか動いてる。魚か、すごいや。よし、それじゃあ釣りに初挑戦していくよ。さてさて、何が釣れるかな。青アサルト。マジか、いきなりめっちゃいいの出たな。まあ、かぶっちゃってるけど、いいじゃん釣り。他にはどんなものが釣れるのかな。今のは、三段かな。ちっちゃくて見えづらかったけどそうっぽいな。もうちょっと釣ってみよう。おお、魚が釣れた。スモールフィッシュ、アイテムとして持てるんだな。ああ、体力が満タンだから食べれないみたい。てわー、すごい、めっちゃ泳げるよ。思いっきりクロールしてんじゃん。うろー、気持ちいい。いやー、ここまでスイスイ泳げるとは感動だな。今までは水の中だとぴょんぴょんジャンプして、すぐ筋肉痛になってたからね。しかも水のグラフィックがめっちゃ綺麗、こりゃ驚いたぜ。正直戦いとかどうでもよくなってくるよね。釣りをして泳いで、それだけで楽しいもん。まあ前回の島よりは、リゾート色が強めになってるかもな。さて、あの場所に行ってみよう。新しい土地の開拓よ。え、待って、リスキーリールズ。なんか聞き覚えが。これスクリーンのとこじゃん。めっちゃ懐かしい。マジか、なんか嬉しい。新しい島でも、以前と同じスポットもいくつかはあるみたいだな。例えば、プレザントパーストリテールローも、どこかにあるみたいだぞ。それは朗報。私の好きな街2トップじゃないのよ。もちろん新しい街もたくさんできてるから、探索がすごい楽しみだな。お、なんかすごいいい感じのメダルゲット。スカベンジャーメダル、だってよ。ここは、フレンジーファームっていう場所みたい。前の島のフェイタルフィールド的なポジションかな。あ、っていうか今、藁に隠れるってボタン出てたぞ。そっか、そんなところにも隠れれるんだ。面白そう、今度やってみよう。他にもいろいろ隠れれるところありそうだな。でも逆に言えば、これからは物資以外のものにも気をつけていかないとね。ゴミ箱とかにも要注意だぜ。あ、あの船乗れたりするのかな。運転できるボートもあるっぽいよな。とりあえず近づいてみましょうか。うわ、撃たれた。それどころじゃなくなった。今のは、ボットではなさそうね。しっかり動きながらもこっちを狙ってきてるな。感度が、感度が高い。言い訳だけど、全然わかんない。ちょっと調整するのに時間がかかりそうだわ。感度設定とかボタン配置は正直そのままにしてほしかったな。わ。ちょっと待って。もしかしてロケラン飛んできてる？ロケランもレアドスクイーノも出るようになったからな。これまで以上にたくさん飛んでくると思っといた方がいいな。く。とりあえず回復したけど、あれ、なんか向こうにも敵いない？バナナさんは別の場所だ。またロケラン撃ってる。ここで狙撃できれば。ダメだ、砂も当たらないよ。はい、というわけでご視聴ありがとな。クリエイターサポートは、グサをゆっくりまでよろしくだぜ。ちょ、まだ終わってない。まだ終わってないから終わらせないで。って言いたいところだけどやっぱもう無理。それじゃ、また別の動画で会おうな。バナナが喋った。だからそれは私じゃねえよ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。